はい、こんにちは。今ポケモンセンターでですね、ピカピカ春祭りの第2弾で、キテルグマがの、配布とかやってるんで、ポケモンセンターに行って少しだけ、グッズ買ってきましたので紹介をしたいと思います。はい、まずはこちらです。はい、これはポケモンカードゲームのコレクションリフィル、ソルガレオ、ルナーラです。逆さにしてもカードが落ちにくいフラップ機能付き。はい、でこのカードファイル、バインダーのカードファイルに挟める、こっちか、これかな。はい、バインダーのカードファイルに挟めるリフィルですね。リフィルが、1枚9ポケットついたリフィルのが、8枚入りですね。はい、で、以前前々からねずっと言ってるんですけど、いよいよちょっとカードがひどいんで、カードファイル、コレクションファイルにねカードまとめていきたいなと思ってまして、こちらのリフィルを、よいしょ、今回こちらのリフィルを5セット購入をしました。でそれからあとは、夏のポケモン映画、君に決めたの前売りが発売になってて、それと同時にね、君に決めたのグッズも発売になってたんで、今回カード関連のものだけ買いました。はい、デッキケース&シールドですね。はい、こちらのみ1枚買いました。はい、それで今、来店プレゼントということで、1回レジを通過しますと、はい、こちらですね、キテルグマのプロモカードがいただくことができます。はい、ノーマルタイプ HP は130、ヌイコグマからの進化です。はい、で技は、特性荒稼ぎ、自分の番にこのカードを山札から出して進化させた時1回使える、自分の山札を3枚引く。技はデンジャラスブロー60プラス、相手のバトルポケモンが種なら60追加、弱点は格闘抵抗なし、逃げるはエネルギー2枚、サンムーンプロモの58番、だいぶ積みましたね、サンムーンプロモの58番になっております。はい、ということで、まあね、この前の動画で新しいポケモンのね、強化拡張パックとか開封をやってたので、ちょっとね内容はね、そこよりもボリュームはなくなっちゃうんですけど、今回は、ポケモンセンターで購入したね、商品をご紹介していきました。明日かな、次ぐらい、まあ、次の動画でまたコレクションファイルね、側の方、外のカードコレクションファイルの方も、何冊か買ってるので、そちらも見せていきたいかと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。